FNS ソフト工場は、1999年8月より、FNS 系列局が制作、放送している、バラエティ番組枠である。2015年3月までは、月曜19時枠 ABC、第12回 FNS ソフト工場受賞作品が、決定。富士テレビ、2012年5月8日閲覧。FNS アワード2012第13回。 FNS ソフト工場、その数字、解放せよ。富士テレビ。2012年5月8日閲覧。FNS アワード2013第14回、FNS ソフト工場。富士テレビ。2013年5月3日閲覧。FNS アワード2014第15回、FNS ソフト工場、モノローグ。富士テレビ。2014年3月26日閲覧。 2017年7月29日に大人のドドラは国で全国ネット化。第16回 FNS ソフト工場の最優秀番組はテレビ新広島制作の大人遊びに決定。FNS アワード2015第16回 FNS ソフト工場富士テレビ。2015年4月13日閲覧。第17回 FNS ソフト工場の最優秀番組は 福島テレビ制作の、叶えて、魔術先生に決定。富士テレビ、2016年3月29日閲覧。FNS ソフト工場人生交換バラエティ、ホセムヒカ。秋田テレビ、2017年5月11日閲覧。ありがとうございます。